今日はもち米を1合半使っておこわを作ります。栗おこわにします。ざるにあげて水を10分切ります。水を切ったら耐熱ガラスのボウルに移します。水はお米と同量の水を入れます。ラップをして6分だっけ。1回目、もう一度ラップをして何分？さらにもう一回6分。もう一回6分加熱します。電子レンジでチンをした後、10分間蒸らします。蒸らしてラップを取ると、出来上がり。